京都市大善寺所蔵、伝、ほら千院殿像、虎姫慶長十五年は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての女性。資料によっては、虎御前とも書かれる。小田家家臣、佐久間森政の娘で、父の死後、母方のおばの夫にあたる新城直よりの幼女となった後、豊臣秀吉の計らいにより、中川清秀の次男、秀重の正室となり、着手久森を、 はじめ七人の子の母となった。中川清秀は、静ヶ岳の戦いで、佐久間森政の吸収を受けて内死にした武将であり、虎姫は父をあだとする家に嫁いだことになる。この経緯から中川家家中、特に目から嫌われたため、結婚後夫の領地に下校することは一度もなく、終生期内暮らしであった。慶長十五年に死去。法名は、イら千ンハ春。 秋ら玉大師生涯にわたって、父、森政の菩提を弔う菩提寺を建立することと、父、森政の家を復興することを悲願としたが、いずれも生前に、その成就を見ることはなかった。その死後、夫秀重は七人目の子、内岐を佐久間勝成と名乗らせ、勝行の娘との愛の子に森政の家を復興させようとしたが、二人の間に子はできずに離縁し、 中川家の事情もありないきは中川家に帰った。その後、勝幸の娘は中川家の家老職、熊田家の熊田東介と再婚し、次の代に勝幸の血を継ぐ、新しい佐久間家を起こした。この佐久間家は岡藩の客分扱いとなり、その子孫は現在に至るまで大分県にて続いている。また、寛永21年には着子久森が、 森政の菩提寺として、英雄寺を現在の武田市に建立した。京都市大善寺には仮の派系の女性肖像が、ほら千円伝像が、像種不明のまま伝えられていたが、平成6年の調査によりこれが虎姫を描いたものと判明した。佐久間森道。森重清業森次森重熊田氏とし勝幸森政女子女子。 新城直より中川清秀女子主家事。虎姫、虎姫秀重氏生。女子久森内岐、勝成。中川隼人生。助広佐久間平兵衛。助典助典。ありがとうございます。